始まるよ。準備はいいかな？はい、それから債権者代権の、成立要件にとって、見ておかないといけないのは、次これですね。債務者の一身に専属する権利や差し押さえ禁じられた権利はこの限りはないということで、まあ、差し押さえ禁止された債権、これは分かりますね。給与債権のうち の相当額っていうのはそうでしょうね。給与債権なんかできないわけですね。で、じゃあこの債務者の一身に専属する権利って何だということがあるんですね。で、一身専属権という言葉はですね、よく言われるのが2つあるんだと。貴族上の一身専属権と公私上の一身専属権というのがあると。で、貴族上の一身専属権って何かというと、特定のものにしか帰属しない一身専属権のことなんだと。で、行使上の一身専属権というのは何かというと、特定の、人のみが行使できる、そういう権利なんだと、こういう言い方するわけです。例えば貴族上の一身専属権、そのものにしか、帰属しないわけですから、そのものしか有しないわけですから、例えば扶養請求権持ってるっていうのは、ある一定の関係にあるからこそその人に扶養請求権があるわけですね。だからこれそもそも譲渡の対象とかなり得ないわけですね。で、これに対して行使上あるものにしか行使できないと、債権者しか行使できないといった権利、このような場合にはそのもの以外のもの、つまりこの場合で言うと、例えば債権者しか行使できないようなオツ債権であったら、この人しか行使できないわけですから、この第三者である A、つまり債権者代権行使をしているんですね。この種行使させてしまうと困るじゃないかということにどうもなりそうです。つまり、債権者代権にとっての、の成立要件としてはね、この行使上の一身専属権 で、ではないという、こういう要件になりそうです。はい、そういうことですね。で、まあ、これ行使上の一身専属権なかったらですね、幅広く債権者代権の対象になるわけです。取消権とかね、解除権とか、そういったものについてもこれは債権者代権の対象になるでしょうね。それからもう一つ、一身に専属する権利および差し押さえ禁止債権の方なんですけれども、差し押さえ禁止債権、よく言うのが、まあ、給料債権、それから、国民年金の受給権ですね、年金の受給権、こういったものは、これ債権者代権の対象とならないわけですね。と言いますのも、これ、B が例えば国に対して、年金債権持っているという時にですね、この年金債権というのを、これを債権者代権行使させてしまうと、この B 自体の生活を脅かすということになりかねないわけですね。したがってこうした権利については債権者代権の対象にそもそもなり得ない、対象との権利にはならないと、こういうことになるわけです。はい、それから3点目ですね。債権者代権期限到来です。非代債権については期限が到来しないといけないということでございます。履行期前にはですね、これ債権者としては債権、その債権行使することできないわけですから、まあ考えてみればですね、当たり前のことだということになろうかと思います。はい、それでは債権者代権行使するとどういう効果が出てくるのかということでございます。で、まず債権者代権の行使は、この次に見る差外行為取消権と異なりまして、原則としてこれ裁判外で行使できます。裁判によらないとこの権利行使できないということにはならないわけです。で、その上でですね、債務者名義、この人の名義でこの権利行使できると、こういうことになるわけですね。じゃあこれ100万円の権利行使するのに100万円のこのオツ債権、これに債権者代権行使できるかということについて、はい、ケース138をご覧ください。 A は B に対して100万円の金銭債権をしているが、 B は C に対して150万円の金銭債権を除くほか目ぼしい責任財産を有していないと。そこで A は B に対して B が C に対して有する債権を取り立てろとせかしたが、 B は全く何もしないので債権者代権の行使を行ったと。この場合、A は C に対して、事故に対して150万円の支払いを求めることが認められるかどうかということです。で、これ感覚的におかしいのは分かりますか？そもそも債権者代権はなんで行使できるのかと。
というと、それは責任財産保全の制度だと。 B のもとに A に対して弁済するこの100万円を確保すれば、それで債権者代位権の行使としては必要十分なはずだと。だからこれ150万円の債権すべてですね、行使させる必要はないわけですね。つまりこのケースで言いますと、公債権の額である100万円の範囲、150万円の債権のうち公債権の額面である100万円の範囲でのみ債権者代位権の行使が認められると、こういうことになります。それからもう一つはですね、どうやって行使するのかということですが、一つの考え方はね、C が B に対して払うようにちゃんと弁済するように A に対して言えると。これが債権の相対行ということから考えるとね、一番素直だということになりそうなんですけれども、だけれどもちょっと問題になるのはね、 A が C に対して B に払うようにご請求できるというんだったら、一番困るパターンは B がこれ受領しなかったらどうするのかなんですよ。そういう問題が出てくるんです。 A に嫌がらせしようと思ってね、責任財産なかったら弁済できないんだから、だから最初から C からのこのお金なんか受け取らなきゃいいと B が考えていた時、これがやっぱちょっと困るんですね。なので、債権者代位権というのはですね、この金銭債権のような場合、このような場合には、代わりに受け取ることができると、こういうことに、なりそうです。で、これ代わりに受け取ると、本来であればその100万円を B に返さないといけませんね。返さないといけないんだけれども、だから B は A に対して、ここの債権ね、取り立てられた100万円取り立てるんでしょ。これ今 A が持ってるわけですが、100万円返せというはずですね。ところが反対に A は B に対して100万円債権持ってますね。で、これ相殺することによって、まあ事実上の優先弁済受けれるんじゃないかという、こういうことになりそうですね。だから、また B に対して別の債権者がいたと。B に対して別の債権者がいたという場合には、債権者代位権行使して、一般債権者同士でね、債権者代位権みんな行使したら、一番最初に債権者代位権行使した人が相殺することによって、これ事実上の優先弁済を受けれるじゃないかという議論はあり得るところなんですね。ところが、まあ、現行法の解釈としてはこれもやむを得ないかなということになろうかと思います。